ナビオは、栄光が運営する、大学受験向け学習塾である。原則として、高校生のみを対象にしていて、いわゆる浪人生を受け入れない、栄光ゼミナール高等部とも呼ばれる。栄光の本拠地、埼玉を中心に、東京、神奈川、宮城、千葉、栃木に、合計31の校舎がある。各校舎の所在地については、校舎一覧を参照。 基本的に小学生と中学生が対象の栄光ゼミナールでは高校生が受講できるのは個別指導に限られる。高校生に対してグループ指導を行うのがこのナビオである。といってもグループ指導だけでなく個別指導、演習指導、セレクトテーマゼミの指導形態もある。それぞれの指導形態については指導形態を参照。どの指導形態も基本的には毎週。 同じ曜日に、80分授業を1コマとして1コマから2コマで、教科ごとの通常授業が行われる。それとは別に、学校の長期休暇に合わせて、春季、夏季、冬季講習が行われる。講習におけるコースは通常授業に準じる。講習に合わせて、セレクトテーマゼミが開設される場合もある。また冬季講習には正月に特別授業が行われる場合もある。 基本的には、独自教材を用いて授業が進められる。また、独自の模擬試験を実施している。生徒一人一人に対して、ナビゲーションという面談を行っている。グループ指導、個別指導、パワープラクティス、セレクトテーマゼミの4つの授業形態が準備されている。校舎によっては存在しない形態がある。また、栄光ゼミナールと Z 会が、 資本業務提携を結んだことに伴い、2010年4月より、大宮校にて、Z 会東大マスターコースが開設されている。2010年3月に開校した、高田の馬場校では、最難関中学の学生を対象とした、東大ジュニアコースが開設された。中学生向け授業であるにもかかわらず、ナビオブランドを使用しているという点で、本コースは、得意な存在となっている。 一つのビルが一校舎のものも、一フロアが一校舎のものもある。各校舎とも駅の近くにある。ありがとうございます。